さまめの宮城です。シシモです。今回ご紹介するのは平屋シンプルタイプのお家になります。テーマは、アチアネ、デッキテラスのある家です。床面積32坪の平屋は、棚長でハイルーフのある LDK と、大きなアーチ屋根のあるデッキテラスをつなぐ、明るく開放感のあるお家となっています。こだわりの家事脱露線や、ファミリークローゼット、倉庫としても使える物干しスペースも必見です。まずは駐車場からご案内します。駐車場は車が約2、3台ほど止められるスペースになっております。そして駐車場の隣にはガーデニングスペースがあり、シンボルツリーなどを植えることができます。こちらの扉の方にはアイアンの方が使用されていて、とてもおしゃれな雰囲気ですね。今回は玄関扉の方に上引きスライドタイプの扉を使用しております。風の影響を受けにくいというメリットもあります。また上の方にはデザイン性のある可愛らしい照明がついています。早速中に入っていきましょう。続いて玄関をご紹介します。玄関の設計ポイントありますか？はい、こちら広さ 3.8 畳となっておりまして、大勢の来客があっても混雑しない横幅のある玄関となっております。またアーチの垂れ壁もふんだんに使用しております。アーチの垂れ壁かわいいですね。またこちらのオープンな収納棚もおしゃれですね。そうですね。またこちらには扉付きの修繕クローゼットも設けております。広さは 2.5 畳です。靴を脱いで戻るという動きが必要ないので、この動線は楽ですね。そうですね。また玄関の照明の方もおしゃれで素敵な空間になっていますね。続いて玄関横のトイレをご紹介します。広さは 1.6 畳になっていて、グリーンのタイルが爽やかです。上半分には消臭効果のある漆喰を使用しております。玄関横にトイレを配置することで、来客があった際も安心です。続いてリビングダイニングのご紹介です。リビングダイニングの設計ポイントはありますか？はい、こちらで広さ 15.7 畳となっておりまして、こちらの肩流れの天井が一番のポイントとなっております。天井高を上げた分開放感があっていいですね。そうですね。またこのような大きな掛け出し窓を設けるのも、お部屋を広く見せる工夫の一つです。なるほど。窓から見えるアーチも素敵ですね。そうですね。ちょっと外に出てみてもいいですか？はい。こちらのデッキテラスで広さ 3.2 畳となっております。床はウッド調のタイルを使用しております。タイルだとお手入れも楽々でいいですね。そうですね。またこちらの窓には熱線吸収ガラスというものを使用しておりまして、熱を 40% カットしてくれるものになります。沖縄は特に日差しが強いので、熱を吸収してくれるガラスだととてもいいですね。
続いてキッチンをご紹介します。キッチンの方は 7.8 畳の広さとなっておりまして、ぐるぐると回遊できる対面型のキッチンになっております。こちらの方には日の間スペースを設けておりまして、裏の方にはホーローパネルを設置しております。そしてキッチン前の方にはこのような造作のカウンターテーブルがついていますので、こちらでお勉強をしたりパソコンデスクなどにも使うことができます。倉庫にもなるもの床面積3こちらもオープンな収納棚もおしゃれですね。こちらのデッキテラスで広さ 3.2 畳となっております。床はタイル調、熱線吸収ガラスという日差しを 40% カットしてくれる窓を設けているので、続いてキッチンをご紹介します。キッチンの方は 7.8 畳の広さとなっておりまして、ぐるぐると回遊できる対面型のキッチンになっております。また床の方は水回りにはタイルを施していまして、収納部分には無垢材を使用しております。タイルのお手入れのしやすさと無垢材フローリングの温かみや調湿効果の両方のいいとこ取りができるキッチンになっております。こちらの方には日の間スペースを設けておりまして、裏の方にはホーローパネルを設置しております。このように磁石がくっつくようになっていますので、お子様が学校からもらってきたプリントを貼ったり、ご家族がメモに使うこともできます。そしてキッチン前の方にはこのような造作のカウンターテーブルがついていますので、こちらでお勉強をしたりパソコンデスクなどにも使うことができます。上の方には LED の照明をお客様がお持ち込みいただいたものをつけております。素敵なキッチンになっていていいですね。続いてキッチン横の主寝室をご案内いたします。広さは 6.8 畳となっており、オープンクローゼットをつけています。サイアスフォームでは断熱材で単化コルクというものを使用しておりまして、天井だけでなく壁の方にも入れておりますので、就寝時にも快適な室内環境を保ってくれます。続いてリビング横の子供部屋を紹介します。子供部屋に続く廊下の手前にはこのようなアーチを設けており、可愛い雰囲気に仕上げております。またこちらにはピアノを置くスペースを設けておりまして、お子様がピアノを練習できるようなスペースになっています。こ
こちらを開けますと子供部屋になっております。こちらの真ん中に間仕切りを入れると2部屋に分けるような作りになっており、各 4.2 畳ずつのお部屋になっています。今回はファミリークローゼットをご用意しておりますので、あえて収納はつけておりません。こちらの隣の子供部屋もご紹介します。こちらも子供部屋になっており、広さ 4.2 畳となっております。またサイアスホームでは床材に無垢材というものを使用しており、上から塗装で仕上げていないため年中サラサラとした感触を味わうことができます。洗面室の方が 5.1 畳になっておりまして、すごく広々とした洗面室になっております。またこちらの洗面台の横には鏡スペースの方を設けておりますので、朝の忙しい時間帯も3人並んで準備をすることができます。ファミリークローゼットの方が 4.7 畳の広さになっております。先ほどご紹介した子供部屋のクローゼットを全部なくして一つにまとめて、床の方は水回りにはタイルを施していまして、収納部分には無垢材を使用しております。水回りはお手入れがしやすいタイルを使用し、オープンクローゼットをつけています。サイエンスホームでは断熱しながら展示しています。7.8 畳の広さとなっておりまして、ぐるぐると回遊できる対面型のキッチンになっております。こちらの方には日の間スペースを設けておりまして、裏の方にはホーローパネルを設置しております。そしてキッチン前の方にはこのような造作のカウンターテーブルがついていますので、こちらでお勉強をしたりパソコンデスクなどにも使うことができます。続いて子供部屋の隣にある洗面室をご紹介します。洗面室の方が 5.1 畳になっておりまして、すごく広々とした洗面室になっております。またこちらの洗面台の横には鏡スペースの方を
設けておりますので、朝の忙しい時間帯も3人並んで準備をすることができます。特に女性の多いご家族には嬉しいポイントですね。またこちらの方にコンセントもついていますので、こちらの棚でアイロンをかけたり洗濯物を畳んだりすることもできます。そして奥の方には洗濯機を置くスペースがありまして、上の方に物干し竿がついているので、こちらで洗濯機を回していただいて、そのまま上で洗濯物を干すことができます。続いて洗面室の横にある脱衣室をご紹介します。脱衣室の方が 1.1 畳の広さになっておりまして、こちらにお着替えの方を置いたりタオルをかけたりすることができるようになっております。そして脱衣室の中には浴室の方を設けております。浴室の方は一坪タイプになっておりまして、薄紫のパネルを使用した可愛らしい雰囲気になっております。上の方に浴室乾燥機も標準でご用意しています。続いて浴室の奥にあるファミリークローゼットをご紹介します。こちらのファミリークローゼットが 4.7 畳の広さになっております。先ほどご紹介した子供部屋のクローゼットを全部なくして1箇所にまとめているので、家事楽な動線になっております。4.7 畳だととても広いので、こちらで着替えていただくこともできます。最後にファミリークローゼットの奥にある物干しスペースの方をご紹介します。こちらの物干しスペースが約 7.8 畳の広さになっておりまして、とても広々とした広さになっております。そしてこちらの方に棚ブロックも設けていますので、風通しもよく洗濯物が乾かしやすい物干しスペースになっております。いかがでしたでしょうか。本日ご紹介したのは平屋シンプルタイプ32坪のお家でした。床面積32坪の平屋は片流れハイルームの LDK と大きなアーチ屋根のあるデッキテラスをつなぐ明るく開放感のあるお家となっていましたね。こだわりの家事楽動線やファミリークローゼット、倉庫としても使える広々とした物干しスペースも魅力的でした。今回は動画でご紹介しましたが、木材フローリングや漆喰等の自然素材の良さは実際に体感してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はホームページやインスタグラムなどをご覧ください。これから他の物件もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。サイアスホームは皆様のご来場を心よりお待ちしております。また、こちらの方に洗濯機じゃない。また、こちらの方に洗濯機を置いて、
ちらの方にコンセントもついておりますので、こちらの方で洗濯そして脱衣室の横には横室先ほどご紹介した子供部屋のクローゼットを全部なくして一つにまとめている